アーロン・ドブソンは、ウェストバージニア州、ダンバー出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のニューイングランドペトリオッツ等に所属していた。現役時代のポジションは、ワイドレシーバー。ウェストバージニア州ダンバーに生まれた、彼は、同州サウスチャールストンの高校に進学し、通算108レシーブで2365ヤードを獲得、32TD を上げるとともに、 ディフェンスでは10インターセプト、最終学年には45レシーブで1298ヤードを獲得、17td レシーブ、7インターセプトを挙げた。2009年、国際アメリカンフットボール連盟が、オハイオ州カントンで開催した U-19 世界選手権のアメリカ代表に、デビッド・ウィルソンなどと共に選ばれ、優勝した。同年マーシャル大学に進学。 シーズン終盤までは出番は限られたものであった。2年時の2010年にはチームトップの44回のレシーブで680ヤードを獲得 5TD を上げた。3年時の2011年にはチームトップの49回のレシーブで668ヤードカンハレンス USA にいたの 12TD を上げた。またビーフ・オブ・レーディーズ・ボールの MVP に選ばれた。 その年の東カロライナ大学戦ではバックハンドの片手で TD レシーブを挙げたがそのプレイは ESPN よりその年のカレッジフットボールのベスト10プレイの一つに選ばれた。4年時の2012年にはカンファレンス USA のセカンドチームに選ばれシニアボールにも出場した。大学4年間で165レシーブ2398ヤードを獲得。 24td を上げた。2013年の NFL ドラフト二巡でニューイングランドペイトリオッツに指名されて6月20日に契約を結んだ。ハムストリングを痛めたため開幕戦は欠場した。プロデビュー戦となった第2週のニューヨークジェッツ戦の第1球に最初に出場したプレーでトム・ブレーディからの39ヤードの td レシーブを上げた。 第9週のピッツバーグスティーラーズ戦では前週まで1試合あたりのレシーブで70ヤード以上を獲得したことのなかった彼は5回のレシーブで130ヤード、80ヤードの TD を含む 2TD を挙げた第12週のデンバーブロンコス戦で足を負傷し第13週から欠場している1年目は37回のレシーブで519ヤード、4TD を挙げた 2014年3月に足首の手術を受けた。そのため、オフシーズンのワークアウトに参加できず、8月11日にトレーニングキャンプに合流した。開幕から12試合中8試合でインアクティブであった。第13週のグリーンベイパッカーズ戦で、ハムストリングスを痛めて故障者リスト入りし、チームは第49回スーパーボールで優勝したが、出場はかなわかった。 ありがとうございます。